ショップストです。今回はウィルソンスタッフの古式デュアルナイアシュグラブの D6 型こちらの修理後ですねアップしていきたいと思います前列交換そしてグリスゴムのりクリーニングとメンテナンスの方ですねさせていただきました、えー、ちょっとですねすいません、えー、修理前アップできなかったんですけども修理後にて失礼させていただきたいと思います全体的にですね、えー、非常に汚れていた、えー クリーニングしっかりしてから修理の方させていただいております同様のでもともとついていたコルク、単形のレースにて変えさせていただきそして、ですね硬めでしっかりしたグラブにしてほしいとご希望していただいたのでそのようにですねちょこっとしっかりしたレースを使いつつやらせていただいておりますもちろんですね場所によって厚さそして太さ等もですね変えさせていただいております。 全体的に、えー、しっかり感のある、えー、特にですねウェブ上部の方はですねしっかりした、えー、レースにて開させていただいております開けてみるとやはりですねグリス、ゴムの両方ともなくなっていた状態だったので、えー、入れ替えさせていただいております。元にあっったたですね、えー、残っていた グリス等は、えー、できるだけ取り除きという形でさせていただいておりますそして最後にですね、えー、レースの調整メンテナンスの方もしつつ気持ちいい状態で使えるような形にて、ね、させていただいておりますまだまだですね使用可能な、えー、グラブという形なので、えー、引き続きこちらのグラブにて怪がなく楽しく野球の方していただければと思いますではこちら以上ですありがとうございました